政府は北朝鮮が人工衛星としている弾道ミサイルの発射期間を7日から14日の間に変更したと国際機関に通告したことを確認しました北朝鮮はこれまで今月8日から25日まで午前7時半から午後0時半の間に人工衛星を発射すると国際機関に通告していました 日本政府は北朝鮮が予定を早めて7日から14日の間に発射すると通告を変更したことを確認しました時間帯や発射区域に変更はありませんミサイルが落下した場合に迎撃する自衛隊のミサイルパック3は6日夕方沖縄県石垣島に配備されましたが宮古島にはまだ配備されておらず防衛省は迎撃の態勢を急いでいます現在 宮古島に向かいましてあの全力を挙げて、えー、輸送中でありますが明朝の7時30分これに間に合うべくですね体制を整えたいと。